さてメキシコシティの北バスターミナルにやってまいりました。今日はがっつり曇りなんですけれども、これから1週間ほど天気が悪いということで、晴れの日を待つよりは雨が降らないうちに行ってしまおうということで、テオティワカン遺跡にこれから行きたいと思います。メキシコシティからテオティワカンにやってまいりました。もう遺跡は目の前なんですけれども、かなり広大な遺跡ということで、まずは腹ごしらえしましょう。これで300円ですね。うん、あ、美味しい。うん、コーンのトウモロコシの香ばしい匂いがしますね。これがトルティーヤでしょうか。トルティーヤっていうのかな。インドはロティとか、そういうものですけどね、ナンみたいな。こっちはトルティーヤです。トースト。あー、ちょっと小豆みたいな味しますね。80ペソだったんで480円です。ちなみにこのティオティワカンのピラミッドは、世界3番目に高いピラミッド で実際に今エジプトとかありますけど、頂上まで登ることができるピラミッドでは世界最大のピラミッドです。登れるっていいですよね。いいなぁ。あれでも登ってる人があんまりいないのは気になるな。なんかいきなり急な理由で登れなくなったりすることもあるそうなんですよね。エントラーダがありますね。さて、ここで衝撃の事実でございます。本日ピラミッドに登ることができません。なんということだ。マジかって思いますよね。いやー、ここのピラミッドの魅力はやっぱり登れること。アメリカ大陸最大の遺跡の一つでありピラミッド、その一番頂上こそがパワースポットなんですよ。なのに登れない。今日は雨も降ってないのに、なんでこんなことありますかい。昔の東南アジアとかだったらね、係員に賄賂を渡して登ったりとかできるんでしょうけど、そんな雰囲気ではありませんね。
ラミッドです。美しいですね。いいなぁ。まあ登れないですけど、まあこれはね、人がいない、もうピラミッドそのものを撮れるという、前向きに考えるしかないですし、あとは何より観光客がほぼいないんでね、少ないんで、遺跡をね満喫できるという、そういった意味でベストな日に来たと考えましょう。文字の記録が歴史的に残ってないそうなので、今でもまだ謎が残っている、巨大遺跡らしいです。日本語日本語喋る、やっぱ日本人来るんだな、たくさん。今から2000年前とかですか、当時の色オリジナルですよこれ。でちなみにピラミッドも当時は色がついていたそうですけども、まあ、だんだんこう色が落ちてきてしまっているということです。まあ最盛期は20万人の人がティオティバカンで暮らしていたということですから、まあ超巨大都市ですよね。死者の道です。この道沿いに結構多くの遺体が、骸骨ですか、出てきたので死者の道と言われているそうですが、ほらいやね、中米は人が陽気でなんかあったかい感じがしていいですね。ちょこちょこ日本語を挟んできますね。さすが観光地。ただここのお土産のクオリティが結構高くて、お土産ってすごい高くて、それどこに使うのみたいなものも結構ありますけど、ここで売られてるものはなんかかなり細工も細かくて、なんかすごいもの多いですね。結構かっこいいですもんね。これみんな言うんですけど、オールモストフリーとかほぼタダとかほとんどタダとか言いますね。ただね、本当にこう見ていてクオリティが高いんですよ、お土産の。うん、本当に買いたくなっちゃう。開始10分で笛買っちゃいましたからね。それぐらいやっぱりね、心惹かれる中米独特なものっていうのに惹かれちゃいますね。ここのお土産はちょっと別だな。いやー、中米を出るとき、南米を出るときは物が増えてそうですね。怪しいグッズが増えちゃいそうですね。
ちょうどここにうちわサボテンがあるのでね、少し皆さんに紹介しましょう。この上についてるこれがですね、食べれる実です。サボテンの実を食べます。結構フルーツで美味しいんですよね。で、メキシコではこのうちわサボテンをローストして食べますね。これもぜひチャレンジしてみたいと思います。太陽のピラミッドから月のピラミッドまで、まあそこら辺までなのかなと思ってはいたんですけど、とんでもない、めちゃくちゃ広大。神殿の跡がありましたね。これはすごいわ。見てください、これ帝国というんですか、弥生時代にあった王国ですよ。石でね、残したから、石で組んだからやっぱ今でもあるんでしょうね。日本は結構木造家屋とかなんで、まあなかなか残らないっていうのはあるんでしょうけど。神殿ですけどね、なかなか見応えありますよ。これかっこいい。こんなに綺麗に当時作ったんだ。すごいね、人間はね。ちなみにここのテオティワカンの遺跡の中で、お土産を売っている方々はみんなライセンスを、許可証を持って、売っていらっしゃいますね。まあなので強引な物売りとかは多分ルール上知ってないんでしょうね。皆さん結構節度を保って売ってる感じで、はい、しつこかったりとか強く来るってことはないですね。非常に気持ちよく遺跡観光ができます。いいですね。太陽のピラミッドは別格ですね。すごい、これはすごいスケール。評価としてはもう最高ですね。このスケールの遺跡を人生の中で見ないで終わる人も結構いると思うんですよ。このね、規模、このスケール、しかもすごい綺麗に残っている、また管理されているので、本当美しいですね。テオティワカン遺跡は超おすすめです。